さんこんばんは。6月16日金曜日、第2074回 AI テレビニュースオペエドナビゲーターの船橋明恵です。早速出演者の皆様をご紹介させていただきます。ゲストは参議院議員の青島健太さん、サッカージャーナリストの大住義行さん、そして株式会社ノーボーダーの上杉隆社長は、間に合いましたね。アンカーはノーボーダースポーツ編集長主筆の玉木正幸さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。青島さん、大住さん、よろしくお願いします。今日はあの青島さんが参議院議員で出られたので、ちょっと上杉さんにも来てもらうということになりましたんで、はい、そこのところよろしくお願いします。その前に直接冒頭で言うのはもうおかしいんですけど、上杉さんは本出すんですって。そうなんです、ありがとうございます。今ついたばっかり、今ついたばかりいいですか今で。はい、もう今ちょうど最終の考慮ギラを書いてるところで、はい、なんていう本なんですか。ずっと取材をしてきた五輪汚職ですね、はい、はい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 、番組には出していただいた、はい、もともとはニューヨークタイムズ時代の23年前に、はい、高橋治之さんに直接インタビューしたのがきっかけなんですが、まあ、その後、もう時を経て週刊スパ、はい、富士産経グループの、はいはい、そこで連載を何度もしていて、はい、それをまとめた形、まだ現在進行形ですけど、現在進行形というのはそれは本が進行形なのか事件が進行形なのかどちらだろう。事件も進行形なんですよ。それはどの程度までここで一言喋ってもらっていいんですかね。あ、簡単に言うと一般的には、オリンピックの、はい、事件は終わったように見られてるんですけど、はい、実は、官製談合の疑いがある独禁法違反の方はまだ終わってなくてですね、はい、検察の方の捜査続いていて、はい、中心となる人物の、秘書とかにはもう計7回検察に呼んでます、はい、ですからというと上の方まで行く可能性はまだあるということですか。はい、ゼロではないんですが、はい、100でもないんですけど、事件は終わってないという、これ検察官の方もはっきり言ってます。なるほど、ゼロではない、100ではないなら50ぐらいはあるということですか上の方に、まあ、その辺のバチの人たちが関わってくるというのはむしろ青島さんの今後の、はい、なるほど、活動にも関わるんじゃないかと思って。なるほど、まあそういう日本のスポーツ界、これだから本のタイトルは決まってるんですか。いや、まだ決まってないんですよ。まだ決まってないの五輪汚職仮になってますけどはいはい、五輪汚職についてのこれは8月上旬発売でよろしいわけですか。はいはい、わ、はい、かりました。当社から出ますよ。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ということで青島さん、お待たせしました、久しぶりでございます。そうですね、本当ね、何年、1年2年ぶりぐらい、あ、そうでもないかな、そうでもないとは思うんですけど、ね、でも1年去年の今頃もうね、選挙活動に奔走してましたので。そうですよね、まあもう1年ぶりぐらいかなと思いますね。どうですか国会面白いですか。まあ面白いっていう言い方をするべきなのかどうか分かりませんが、関西人はすぐにしてしまいますけれども、まあ本当にやりがいがあるというかですね、はいはいはい、まあ、今まで本当にスポーツを中心に活動、はい、まあ気がつけばスポーツの取材者30年やってましたので、あ、まあスポーツ、まあどっぷりでやってきたんですが、今はいろんな分野やはりやらせていただいてますので、はい、非常に責任もあるし興味深い、ことをたくさん、まあ、なんていうか向き合ってるという日々ですね。ただまあせっかくスポーツやってこられて、おまけに私もスポーツ議員連盟の会議にはいっぱい出させていただいてきましたけれども、ぜひとも国の方でスポーツの方も、はい、うまく何ていうか、うん、うまく運営していただくようによろしくお願いします、うん、そうですね、まあ、ね、もうコロナもね3年続いてきて、はい、まあ、日本の皆さんというか、はい、本当に健康に対する意識というのも高まっているかと思いますし、はい、まあ、こういう病気に対してどう立ち向かうか、あるいは日頃の健康づくりの意味っていうのがねより大きくなっていると思いますし、はい、ましてや少子化で子どもたちに対してどういう環境を用意すべきかっていう中には、
スポーツの価値というものもしっかりとね、まあ、なんていうか位置づけていくということもすごく大事なこと、そういう時期なんじゃないかなと思ってます、ね、この、 ニューズオペードでも先週までに、実は連続7回で小林信也さんとこの本を出したことについて、うん、私は甲子園はいらないということの、うん、特集第7弾までやったんですね、はい、今日第8弾と名前つけるかどうしようかって迷ったんですけど名前はつけなかったんですが、どうぞ後で高野連のことについてもちょっと聞きたいと思いますんで、はい、まあタイトルがね、タイトルかなり刺激的ですから、まあ、いろいろ反発もあるでしょう、はい、私もしっかり読ませていただきましたけどね、はいはい、まあ、半分賛成半分反対ですね。ああそうですか、はい、実はその半分反対の方をよく聞かせてください、はい、ということで、よろしくお願いします。それと大隅さんお待たせしました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はあの急遽出ていただきまして申し訳ありません。とんでもないです。あの昨日あの面白い試合があったんですけれども、面白いというのは変な言い方で、もうであれはがっかりしましたね。いやまああのあのね、いきなり相手が退場になって、はい、それでもうその時点で、3、4分で 2-0 になっちゃいましたから、はい、試合としてはまあ興味は問われたんですけど、あの、プレーの内容としては日本代表非常に興味深いところがいくつもあって、はい、あの見てて最後まであの僕自身は楽しめました。あそうですか、うん、でもそれはあの最初の1点目 あのヘディングのシュートですね、はいはい、あれ誰だったか、谷口です。あ谷口ですね、はい、あれ見事でしたね。そうですね、まあでもボールがいいんですよね。久保のボールが素晴らしいボールでしたね。あのああいう、あのリスタートとフリーキックとかコーナーキックはキッカーの質が非常に、はい、重要なんですね。なるほど。で、久保が素晴らしいボールを提供しましたね。久保選手もそれから三笘選手もなかなかやっぱりああやっぱりうまいなと思って見ていたんですけれども。そうですね、昨日は特に久保が良かったと思います。ああそうですか、はいはい、エルサルバドルはランキング75位なんですが、あの程度ではないですよね、はい、いやもうちょっとあの強いし、その、はい、まともにやったらもちろん日本が点取られてるっていうシーンもあるとあったと思います。ああそうですか、はい、後ほどまたもう近いこの次にあるペルー戦も含めてちょっとお話聞きたいと思います、はいはい、お願いします。ということで皆さんよろしくお願いします。それでは築地 AI スタジオから生放送でお届けしています、事実を知るための AI テレビニュースオフエイドスタートです。それではここからは特集、国のスポーツ政策はこれでいいのかです。玉木さんお願いします。はい、青島健太さんが参議院議員になられたのでこんなタイトルをつけてしまいました国のスポーツ政策はこれでいいのかということで、青島さんにもこれからもう本当に頑張ってほしいと思っているのでこういうタイトルをつけさせていただきました。今国会議員になられてどうなんですか、あのいろんな忙しさあると思うんですけども、そのうちにスポーツのことの話題とか周りの議員の方と喋ったりとかっていうので、うん、何パーセントぐらいのパーセンテージ取ってるもんなんですかね。私は議員になるときに、はいはい、やっぱりそのスポーツの持ってる魅力や価値をね、はい、もっと社会の中で機能させる、はいはい、まだまだスポーツ使い切れてないというか、その持ってる機能が社会でもっと役に立つものなんですよっていうことをやっぱりしっかり訴えていきたいっていうものは、まず大きな、はい、なんていうか私の基本として訴えさせていただいたんですね、はいはい。ただ、冒頭も申し上げたように、やっぱりいろんなことを取り組まなきゃいけないので、はい、まだまだスポーツばっかりっていうわけにはいかないんですけれども、ただ、玉木さん、今私がやっぱり一番心配してたり、はい、これからしばらくの間、それはやっぱり目が離せないなと思ってることは、はい、中学校の部活動を部活動、まあ、地域移行するという動きが、はい、アウトソーシングですね、はい、この4月から、はい、まあ、本格的に始まるということになったんですけれども、ね、はい、ただ去年あたりはもっとここからもうねアクセルを思いっきり踏み込んで一気にやるんだって言っていたのが、はい、だいぶトーンダウンしたんですね。予算もだいぶ削られましたよね。そうなんです。はい、それで私はまだ新米議員ですけども、はい、予算委員会に入れていただいているので、これは、はい、長岡文部科学大臣にですね、はい、
部活の地域移行今どうなってるのかと、どういう方針なのだというのを、はい、まあ、予算委員会で質問させていただいたんですね。はい、で、もちろん文科省もこれ、力は入れてるんですけど、私なぜこれやっぱり懸念するかというとですね、はい、今日もう上杉さんと大隅さんと玉木さんもそうですけど、皆さんスポーツゆかりがあって、体験もご自身も取り組んできた方々だから共感していただける部分あると思うんですけど、やっぱり中学校時代の部活動って、まあ、運動部じゃなくても文化部でもそうなんですけども、はい、やっぱり、みんなとどうやって仲良くしていくのか、上げるべき成果に向かって何をやったら結果が出るのかとか、うん、いろんな学びがあるし、まあ、あとその協調性とか、その地域にしっかり根付いて活動するっていう意味では、ある意味では日本人の日本人らしさを、まあ、醸成されるような、すごく、はい、日本のいい部分をあの時代に身につけるような要素が中学ぐらいの部活動にはいっぱいあると思うんですよね。うんうんうん、それが、まあ、数が、子供の数が足りないから合同でやるとか、はい、これ悪いことじゃないし、いいことなんだけど、はいはい、そこに例えばすごく専門性の高い指導者が来る、これも悪いことじゃないんだけど、はいはい、そうなるともうちょっと緩くやりたいみたいな人もいたりね、はい、まあ、いろんなもうちょっと多様性の中でやるのが、すごく専門性だけ高める、あるいはやらない、うん、まあ、すごく二極化してって、もっと学校が持っていた、まあ、広く緩く多くの人が楽しめるような形のありようにね、はい、まあ、今ちょっとなっていかない感じがするので、まあ、それはどっちがいいかまた議論あると思うんですけど、はいはいはい、その部活動がやっぱり変わっていく、これは日本が変わるきっかけにもなり得るので、うん、しっかりここは皆さんでどういう形がいいのかっていうのを考えなきゃいけない、そういう問題だなと思ってるんですね。それ非常に大事な問題だと思いまして、先週のこの番組でも名古屋大学の内田良先生にゲストに出てもらいまして、部活の地域移行ということを喋ってる、これ現代スポーツ評論という本で、この中で内田先生と島澤優子さんなんかが、部活はどこへ行くのかという討論、非常に面白い討論されているんですが、これで先週内田先生なんかも喋られたのが、要するにアウトソーシングもいいんだけれども、それと同時にダウンサイジングをしなきゃいけないんじゃないかと、うん、要するに今なんか大きく大きくなりすぎて、中学校でも全国大会目指してみんながやってると、果たして中学校でとかいいんだろうかというようなことを言われてるんですね。これ青島さんどう思われますか、ダウンサイジングという意味では。それは一理あると思うんですけども、はい、ただそのダウンサイジングって言われてるところの本当の趣旨は、はい、例えば今まで学校に文化部と運動部が10個ずつあって、クラブが20個あると、はい、その顧問の先生は20人必要になるわけですよ、はいはいはい、だから一つの学校にそんなに部活動がねたくさんある必要があるのかっていう意味のダウンサイジングっていうのはよく語られてるというふうに認識してるんですけど。なるほど。でも玉木さん、例えば京都にある、まあ例えばバレーボールがとっても強い学校があって、はいはい、その学校にいい選手といい指導者がいて、これみんなで全国目指そうよって言うなら、はい、それはその上でその学校の個性としてですね、うん、そんな中学時代に全国目指してどうするんだっていう言い方は、うん、それは私はちょっと違う気がするんですよ。うん、その時に、うん、全国大会に出る学校のクラブを制限するというような形のダウンサイジングのあり方っていうのは考えられるんですかね。まあ、そういうのは、はい、まあ、まあ、プロコースと言い過ぎかもしれないですけど、うんうん、そういう学校を特別作って、楽しくやる学校と、プロを目指す学校と分けちゃえというのはどうなんですかね。はい、そういう個性の、あるいは多様性みたいなものが、今回の地域移行には含まれてると思いますね。うん、すごく、例えば元オリンピアンみたいな指導者が来たところは、はいはい、よし、はい、みんなで全国目指すチームやろうやっていうところもあれば、はい、もう少し、ママさんバレーと合流してですね、はいはい、みんなで楽しいスタイルで私たちの地域はやりましょうとか、その選択は自由だと思うんです。うん、で、玉木さん今日この番組で冒頭から、この間出された真夏の甲子園はいらないという中でね、はいはい、まあ、いくつか論点あるんだけど、はい、例えば勝利至上主義とか、はい、あるいは勝つことだけをね、求めるようなあり方はいかがかっていうところの議論というか指摘があってね、はい、例えばそれも高校の一つの個性ではいいんだけど、そういうことのスポーツの価値とか、スポーツって何のためにやるの、うん、っていうところを、はい、むしろ中学生の部活動の時にしっかりとその辺を身につけてというか学んでね、うん、でその先に強い高校に行く、
あるいは厳しくて出られなくたってその高校でいいんだっていう選択する子はそこ行けばいいし、なるほど、もうちょっと中学時代の部活動の中にそれをしっかり学ぶ機会があったと思うんだけど、その意味で中学時代あんまりスパルタにやってね、はいはい、全国ばっかり目指すみたいなやり方はいかがかっていう意味では玉木さんに賛同しますけども、なるほど、ちゃんと中学時代にスポーツの価値、仲間と助け合う、うん、みんなが試合に出る、うん、そういうスポーツの楽しみ方というのは中学時代にしっかり経験できる時代だと思うので、そここそが私は大事で、そこも絡んでるのでこの部活動地域移行はとっても大事な、あの今のテーマかなと思ってます。あのこの本で私たち、あの小林くんと一緒に一番あの強調してたんが、ありがとうございました。皆様ありがとうございました。事実を知るための AI テレビニュースオペエド、次回の放送はゲストに神山まるごと高専教諭、社会科学生支援統括の大山力也さん、元毎日新聞政治部編集委員の平林武雄さんとともに、特集地方×教育で日本に元気をと題してノボーダー築地 AI スタジオよりお送りします。本日の放送最後までご視聴いただき、コメントをいただいた皆様誠にありがとうございました。それではまた来週お目にかかりましょう。どうぞ良い週末をお過ごしください。失礼します。